こんにちはレトスのです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます昨日短期集中実用カップ講座を開講させていただきましたこれまで勉強してきたけれども実力がつかない達研試験まであと数ヶ月しかない中で何をどのように勉強したらいいのかがわからない忙しくて時間がないけど今年達研合格したい もしそう思っているのであれば短期講座はおすすめです無理なく無駄なく効率的に卓券合格を目指せる短期講座であなたを卓券合格に導きますこれまで販売してきた個別指導よりも半額以下の安い価格でご提供させていただきますんでぜひご検討ください短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんでそちらから内容をご確認いただければと思いますそれでは本日の3問に入っていきます A が所有する交建物に塀を設置するために B に塀の設置を請け負わせたその後 A は交建物を C に賃釈し C が占有している時に工事の過失で塀が崩れ第三者 D に怪我をさせてしまった B は過失を作り出したことに過失がある場合全額賠償した C は B に対して求償できるルか×かという問題です え考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはこれ、丸ですね、えー、状況としては、まあ、前回と、ねえー、同じなんですけども所有者 A が、えー、請負業者 B に塀の設置これを任せたわけですねで設置しましたよとで A さん所有者 A はこう建物および塀を C に貸しましたよと、まあ、こういう状況なんですね でしが崩れて D が被害を受けましたとでこの被害について C さん占有者 C が D さんに全額賠償してますでこの受け負い業者 B っていうのは歌詞を作り出したことに過失があるって話なんですね B さん過失ありますこのような場合賠償した C さんっていうのは B さんに対して急所をすることができるんですね つまり、お金を払った、賠償したから、その分、払ってくださいね。B さんが歌詞を作り出したってことは、B さんが結局は悪いわけですよね。だから、賠償した C さんは、B さんに対して、後で請求することができますよ、ということです。なので、丸になるということですね。で、問い2ですね。罰則です。高県知事免許を受けている宅検業者 A が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を、 他人に漏らした場合、A は公検知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。丸か罰かという問題です。A、答えはこの部分ですね。100万円の罰金刑を受けることもある。これが誤りです。今回、秘密を漏らすってことは、守秘義務違反ですよね。守秘義務違反をすると、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑にも課せられます。 つまり、監督処分っていうのは業務停止処分なので、まあ、この部分は正しいんですね。ただ、こっちですね。50万円以下の罰金刑を受けることはあるけれども、100万円の罰金刑を受けることっていうのはありません。よって誤りだということです。では、問3です。都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置、または改造、その他宅地造成に伴う災害の防止のため、必要な措置を講ずることにより、 当該区域の指定の自由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする、丸かツかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置、改造など、災害防止のため、必要な措置を講ずることにより、指定の自由がなくなったら、まあ、つまりもう安全と判断されたのであれば、知事は、 造成宅地防災区域の指定を解除します造成宅地防災区域に指定しておく意味がないからですよね。これは少し考えてみたら当然の話です。そして短期講座では、宅地造成と工事規制区域と造成宅地防災区域の違いまで解説しております。この2つはイメージできるとすごくわかりやすいんですね。なのでイメージをしながら学習するイメージ学習法を使うと効率的です。そして初めにもお伝えをした通り、 昨日短期集中実用カップ講座を開講させていただきました。これまで勉強してきたけれども実力がつかない。卓研試験まであと数ヶ月しかない中で何をどのように勉強したらいいのかがわからない。忙しくて時間がないけど今年卓研合格したい。もしそう思っているのであれば短期講座おすすめです。無理なく無駄なく効率的に卓研合格を目指せる短期講座であなたを卓研合格に導きます。 これまで販売してきた個別指導よりも半額以下の安い価格でご提供させていただきますんで、ぜひご検討ください。短期講座はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますんで、そちらから内容をご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓券合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。